いくみです。お弁当を作ってます。今日はですね、手抜きのいつもか手抜きのおでんでございます。もうね、1時間半2時間ぐらい煮込んでおりますので、コトコトコットン、はい、コトコトコットン、コトコトコットン、おでんが煮えてるよということで、今日はですね、卵焼きだけ焼いておでんの中に入れようかなということでございます。そして皆様、もうちょっとでゴールデンウィークでございます。皆さんは何日休めるのかなということで、ちょっとそのゴールデンウィークの時のクーミンチャンネルのオンエアのお知らせを、このお料理リーマンパパ、実は今子供たちギリギリまでもう時間を押してお散歩行ってくれてて、で今急いでますので、送り出しちゃってからお知らせをさせていただきたいと思います。それでは最終のおでんの材料をぶち込みますですね、今日はですね、練り物は一品買ってきてって言ってね、なんかね、丸っこいね、練り物ですね、大根にソーセージにつみれに、これからちくわぶ入れて、卵焼き入れて、昆布にソーセージに、お野菜がね、お母さんの好きなじゃがいも忘れちゃって、でお父さんに食べてもらいたいキャベツも忘れちゃってということで、今日は、はい、頑張りますじゃあちょっとね、青汁飲みながらいきますかね。青汁、暑いんですよ、キッチン。向こうね、冷房ね。そう、奥様冷房壊れまして、もう新しいの入れました。あれ、この話したかしら。動画回すのちょっと久しぶりなんです、実は。ちょっと何お話ししたか、あら、まあちょっとこれでも、ちくわぶはちょっとね、煮たいですね。これ先に青汁、青汁、みんなの青汁と私の青汁はちょっと違いますわよー。で、私の青汁はダブルの健康青汁、体脂肪や血中脂肪、中性脂肪、高めの血圧。この高めの血圧っていうのがですね、私がみんなと違うところでございますね。もう血圧が正常になっちゃって、それでもまだこの青汁を飲んでるというね。もういろんな青汁が出てて、でね、みんなで抹茶味で、どれもこれも美味しいということで、卵焼きを焼こうか。多分大丈夫なのかな。もうおでんはね、最悪煮えてるものを煮えてるものをやってまいりました。クーミン家のこの青汁、夏といえばこの青汁。もうね、パパのはね、作ってあります。はい、で今日はこれ使いません。これね、ここのご飯入れるとこ、一番大きいとこが、でもこれでは足んないしね、おでんが。でこれこぼれるんですよ、汁が。でスープのやつはもうこんなちっちゃいの、ここにおでんを大根入れて1個で終わりだから、はい、青汁は美味しいね。そう、弁当箱あると今日は使わないっていうことで、あ、これ乾いてる？あ、まだね。もうちょっと。ちょっとちょっとちょっと待って。青い空に飛んでいて、聞いてみよう。もう切るものはこれしかないから、ちょっと待って。これももうちょっとね、こういうね、細かいビニールまで仕分けの、はい、通知が来まして、全部仕分けております、パパが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 。これハサミで切ってもいいぐらいだけど、潰れる？あら、パパ、あと私ね、これとこれね、お母さんと私が好きなんです。ね、ちょっとココちゃん暑いけど、ここね、ここ向こうね、クーラー新しくてね、もう冷えるんですわ。冷えるのにここが空いてるのに、ここは暑いという。ついてる？大丈夫ね。
そろそろリーマンパパのドライヤー始まって、今日はね急ぎなので、あのドライヤーも多分、前の動画でね、ご飯炊けた、前の動画でね、あのリーマンパパ使ってくれるかなと思って、使ってくれないだろうなと思ってね、その存在をしてたんですけど、この、宿毛の矯正ではなくって、シャンプーしてるだけでこう根元の汚れを取って、癖っ気が治るっていう、お始まりました。はい、いつもね不向きな朝でございます。あ、これ小さい、でもねお父さんたち小さい方がいいの、なんかたくさんあるとね、あーなんかたくさんあるってプレッシャーでね、食欲がねなくなっちゃうんだって私はたくさんあればあるほど食べちゃうからね。そうね、好きなものをね、うちは奪い合いじゃなくて譲り合いにならない、あどうぞ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 ってどうぞどうぞどうぞそうですかってなっちゃうからね。だからちょっと多めに、タイマーがねあと12分で終わりますね。一回切れたんですよタイマーね。そして卵焼きの前に、お母さんナルト好きだから、ナルトのこうね、あの柄を見ただけで食欲が湧いてくれるんじゃないか。でこれね、昔はピンクだったのになんでオレンジなのって調べたらね、トマト色素だそうですね。これは斜めっちぎりにして存在感を、斜めだと、あでもな、あのナルトの、これはね、あのね、お母さんたちには食べるときにお皿じゃなくって、こっちの小さな土鍋に入れてあげようと思って、で食卓に出してあげようかなと思って出しました。2人でこれぐらいでちょうどいいぐらい。あとは半ペンももう入れちゃおう。クーラーが壊れまして、壊れてたんです。もうね、あの冬は床暖を5分ぐらいつけて乾燥するんでね、暖房つけないんですよ。で、5分ぐらいつけて、あのマット引いてあるので、それで暖かいんですよ。なのであとはもう電気ストーブでねちょこっとつけるぐらいで済んでしまうので、保温性がね、まあ家計に優しい床暖でございます。はい、これであと卵焼きを焼いて入れる。下にはワンコがいます、下にはワンコがいます、ココちゃんだけいますと。はい、ということでちょっとこれ洗い物の途中だったんだけど、これだけを洗おうか。ご飯はおにぎりにしようかな、ね、おにぎりにしましょう。梅干しのおにぎりと、いつもでっかいから小さいの作りたいね。リーマンパパのダイエットも進んでいて、昨日はねもう本当にこのぐらい、ベビーリーフだの、葉っぱだの、きゅうりだの、トマトだの、2人で夜はむしゃむしゃと。で、ね、夜をね、あのお父さんたちとね、あの別にしましょうって話になって、お父さんたちはもう50ぐらいに食べちゃいたくて、軽くてもう朝しっかり私の料理を食べてくれるの でおやつを食べて、夜5時ぐらいに食べて、そうするとね寝るまでの時間をねゆっくりのお父さんいろんなこと作業できたり、お母さんもゆっくりテレビ見てたりね。でその後みんなで、あのこっちにお父さんたちが来てくれてね、コーヒー飲んだり、あコーヒー、ノンカフェインのコーヒー飲んだりね、はい、この平たく割るのがちょっと慣れてきてるけど、まだ怖い、これ潰しすぎ力が強いから怖いね、これもうちょっとか、力の加減が、ちょっとやっぱ力入れすぎんだな、これ
もうね、施術してるとね、どん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 、これちょっと危ないね。よし。あ、でもまだ強いわ。これゴルフみたいね。なんか私ゴルフできないんですけど、ちょっと卵いつまで？あと2日だから4つ。あ、でもこれ小さいからやっちゃおう、卵焼き。あ、やっぱりやりすぎる。自転車乗るのも下手くそ、卵割るのも下手くそ、歌ももう歌下手って、もうそろそろ皆さん忘れてください。今歌の活動してないので、本当に記憶から去ることは難しいでしょうけれどね。え、あなたの歌じゃないわよって、ね、はい、ご指導いただきながら、ごはおにぎり握るぞなんとか。あ、そう、新しいね、お土産で買ってきた鰹節使ってみるか。いつもわさびばっかりだから、パパの好きな、これが、あ、鮭がある、鮭。でもこれいっぺんに開けちゃうともったいないから、鮭にしよう。鮭と鰹があるけど、でこれで卵入れれば終わり。この中がどうなってるか皆さん見たいですよね。でもこれだけ、一応これと白いのに移したやつを取っといてショートに流せたらいいですね。パパは焦ってる。今日私はもうできてるからここで余裕をぶっこいてるとまたドタバタになるというね。あ、ドライヤーがあるけど今いっか。音楽の様子ってこんな感じ。はい、それでは卵焼きます。うちね、ピンクが多いんですけど、どこで買ってるんですかって、もういただき物も結構多いです、本当に、うん、いただき物も多いんですけれど、ピンク、キッチン用品、アマゾンで、はい、ほぼ検索していただければ出てくると思います。あ、どうしようかな、もうクーラー壊れまして、それでね、あと2部屋狭いんですけどね、同居するには。でもみんなこう譲り合いながらね、でもともと私たちは子供たちと寝るために下に1900円のホームセンターで買ったマットレス引いて寝てましたからね。もう子供たちがね、こういろいろね汚してくれたりとかして、今はねもう洗えるもので、ほぼ毎日寝るとこも違ってたしね。だからお父さんたちに来ていただいても全然もう本当に2部屋使ってなかったので、ちょっとこれやっちゃおう。いい感じ。あ、このぐらいグツグツしてた方がいい。ということで、ということでとお母さんがいつも言って、ということで火をつけましょうか。それでピンクで検索していただけると、カブリコーン、ここって暑くないかな、寝始めた。昨日ね、もう昼間ずっとここじゃ歩いてて、何時間も
で最初は運動でいいだろうと思ってたんですけど、歩けるようになってね、今お薬で転院したりとかして、ヘルニアが今また2回目の復活を遂げて、もう歩けなくなるだろうっていうところからね、もうずっと止まんないから、もう抱っこして、そしたら家の中で抱っこしてると、下ろせって、なんだろう、下ろしてぐらいの感じなんですよ。でもうどうにもなんなくて歩いてて、さすがに3時間ぐらい歩いてたのか、そう止まんなくって、でちょっと玄関の外出て、こう背中を平たくしてね、こういうふうにやってね、こうやってね、こうやってね、ずっとこう散歩してるように、こうやってそんなに、ね、玄関の前ね、あ、はい、玄関の前歩けないから、もう歩いてるふりして、そしたらねちょっと落ち着いてくれて、だから一日で、ね、でもこれから暑くなるからな、どうじゃろな、暑くなるから、あ、これ専用のヘラが、かわいいのが、これか、あ、取れようと、おお、そう、おにぎり握るか。珍しく今日つみれ入れましたね。つみれの花。この花は私です。やっと綺麗に咲きすぎてしまって63歳になりました。この間久々に私のその YouTube 見ていて、私の曲を取り上げてくださってる方にコメントさせていただいて、お、ありがとうございます、コメントさせていただいて、で私の曲、あ、こんな曲あったんだみたいにね。でまたね、このコロナ禍でね、テレビでやってたんですけど、減ったものとそれから増えたものっていうことでね、レコードがね、また製造し始めてるらしいんですよね。そうなんよ。あ、終わっちゃった。ちょっと保温でつけとこうか。でもそれでも10分。ね。もう何でもかんでもタイマーかけて、完璧に根元から切れるように。終わりよければ何でもよしっていう感じで、そう、それでね、あ、こんな曲あったんだと思いながら、まあ歌はさておいて、いや、アレンジが素敵だなと、自分の曲ね、すいませんね、素敵だなと思って、もう一回ねちょっと聞きたいなと思いますけど、お、どうした、パパが開けた、何、いや、ココナさんどうかなと思って。ああ、今ね。おはようございます。皆さんおはようございます。26度でギリギリ。ギリギリね。あ、でもなんか、顎の設定寝てるね。そう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 。顎の設定。うん。ちょっとだけ油。今日ギリギリまでお散歩行ってくれたね。やっぱりね、帰ってこないなと思って。お友達に会った、今日も。お友達にも会ったけど、ももちゃんのね、散歩の時間はさ、コースはやっぱりさ、短縮できないよね。出るとね、パパが、そう、ワンポのペースっていうかさ、あるし、決まってるからね。ほら、ここを通って、ここで止まって、ここの匂い嗅いでみたいなね。あら、ちょっと
ですごい喜んでるから、やっぱり帰ってきてから俺が早くね、すればいいやみたいな。あ、俺が早く支度すればいいやと。そう、帰ってきてからね。それでその私が見つけた、そのシャンプーがいいと、すごく。そうなんです。何かこう今まで雨の日とか、もう本当に外出するときは帽子かぶってみたいな感じが、あれ朝起きても少しまっすぐだぞみたいな感覚があるみたいな。あとこれ回しもんじゃないです、シャンプーな。インスタで出てくるんですよ、いっぱいそのシャンプーが。そうだよね。そうだよね。すごくいいと思う。ねえ、よかった。絶対使わないと思ってさ、存在は知ってたんだけど買わないでいたんだ。これはなんか泥見たくて泡は立たないんだけど、ちょっと放置して、毛穴の汚れを取ってくれて、インスタではね、あの、なんだろう、濡れていて、その泥がつい、泥っていうか、その、あの、つるっていうのをついてて、なんかね、アイロンでね、シューってやってね、そしたらね、あの、櫛入れてね、こんなにツヤツヤーって髪の毛をね、ツヤツヤーってやってるやつですね。はい。TikTok やりたいんだけど、TikTok のやり方がわかんないんだよね。社長もわかんないとか言っちゃって。あの機械に強い社長がわかんないとか言ってるからさ、青のりを入れました。朝、起きてほとんど寝癖なんだろう。ああ、そう、よかったね。何十年も悩んできたのが解決するもんだね。ね、今日ちょっとおでんなので大きめに作っております。はい、最後ちょっと失礼します。ある日海から呼んだね、出かけて行った、わーわーわー。もうコーラスの人がね、素敵なのよ。あのセリフとかね、あのプロデューサーさんに、その時のね、プロデューサーさんに聞いた話だと、私の歌を出せたね、劇団四季の方にやっていた、ありがとうございます。もう本当にあの武道館のねコーラスなんかは本当に、もう、こんな素敵な曲を歌ってる人っていうぐらい有名な曲を歌ってる人っていう感じで参加してくださってね。あのミスターマンライトの多分レコーディングでロンドンに、なんか大きいこと言ってますけど、大きいことはいいことだって、私でも自分でも信じられないんですけど、昔の言葉ね。よし、これでね、パパの分だけ切って、あのね、ミスタームーンライトっていう曲かな、このミスタームーンライト、もっと高いですよ、今大きい声出すと怒られるからね、パパにね。あのめちゃめちゃ高い声出してくださって、すっごいですよね。今でもそういうね、高い声とかね、あの海外のオーディション番組を見るとね、もう高い声出す方いっぱいいらっしゃいますよね。これどうですか、よいしょ、こんな感じ。あら、トモコヨケ、おして、あ、そろそろ、そんなや、何やかやってるうちに、ちょっと一回こうやって蒸しますね。おにぎり作りましょう、おにぎりを。梅干し入れてみる、梅干し。あ、すみっこ暮らし。これお父さんとお母さんのお鍋に入れてあげよう。お父さんとお母さんにしよう。もうお母さん可愛いの大好きだから。私は何しようとした、何しよう、あ、おにぎりね、おにぎりに梅干しを入れようなんて言ってもいいんだ。
赤い梅干しを塩、あ、ロールキャベツ入れるの忘れた。ロールキャベツ、あのね、冷凍のできたやつをね、あの今ね、巾着と、こぼれた。ちょっと。あのこの時期も夏はね、巾着とかそういうおでんの材料がないんですって。ロールキャベツとかで、あ、また私です、今犯人は私です。そうなんです。それでね、パパが冷凍買ってきてくれたけど、冷凍って味がついてんじゃないのかなと思って、ちょっとこれをがっつり、そう、それでキャベツを買わなかったのか。手抜きでね、これを入れようと思ったんですのよ。本当はね、いつもキャベツだけなんです。ちょっとパパのだけ、あ、こんななってる。ほら、わ、この感じが。これ煮込まなきゃいけなかった？ちょっと入れとこうか。お父さんとお母さんの分。あ、ちょうど4つやん。入れてしまおう。じゃあこれ。ちょっと待って、余裕ぶっこいてるでしょ。余裕ぶっこいてもね、あとね5分ぐらいで、探してもなくって、なんかコンビニまで見に行ってくれたみたいで、ロールキャベツって言ったから。山形県のお肉ですって。すね肉と、あ、牛肉が入ってる。牛脂、え、私ちょっと大丈夫かな。ちょっと待って、私ダメかも。大変。でね、ガムとかは下茹でをしてちょっと油抜きをしてるんですね。なのでちょっとごめんなさい、これロールキャベツ、あら、絶対に入れてるよね、これもはや。さあ、おにぎり作らないと。え、こっちが終わっちゃった。早いな。あら、ちょっとスープ濃いかしら。まあパパはいいわね。はい、お願いします。一気にいってください。それではおにぎりを作りましょう。結局ドタバタ結局ドタバタや。この卵、で今日はもうこのね、この感じで多分2個いるかいらないか。だから早くおにぎり作りなさいって言ってんだし、よかったか。いっか。いいね。卵。はい。これにちょっと入れますね。もうね。ロールキャベツは間に合ったらで。すいません、パパ。まず、こんにゃくがね、ちょっと白いのと色付きと、こんにゃく。大根、そしてあちゃ、パンもつみれ、こ
んにゃくの白いの。ちくわぶもうちょっと煮たが良かったけど、1個入れてあげようか。はんぺん、そして昆布、昆布、昆布、お昆布、お昆布、ソーセージ、ソーセージ3本ぐらい1人いけるかな。ソーセージ、お肉持っておいて。ロールキャベツの場所がなくなった。ちょっとこっちに。あちゃちゃちゃ。あちゃちゃちゃ。あちゃ。あちゃ。あちゃ。ここにロールキャベツ。あ、おにぎりだって早く。あ、もう時間がない。時間がなくなった。あ、からしもつけてないじゃん。会社の冷蔵庫で一回冷やして味が染み込むね。はい、じゃあおにぎり作りましょう。ココちゃん、ココちゃん、ココちゃん、私がこぼれたよ、ココちゃん。鮭、梅干しが、もう皆さんハラハラドキドキ、いつもありがとうございます。本当にすみません。鮭、梅干し入れるからお塩いいか。ご飯、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 そして梅干し、梅干し、梅干し、ちょっとこれ私の。梅干し、いつものね、今日のご飯。よいしょ、 OK。 はい、それでは詰めましょう。いつもの時間になっちゃったいつもの時間になっちゃったよ。ちょっとロールキャベツ、わあ、ちょっと違いますね、ロールキャベツ入れると。はいはい、このもんか。これでこぼれないはず。よし、じゃあ持ってきます。一応ね、これに入れて。おお、おお、おでんだい。おにぎりに落ちる。消えましたね。
はい、あ、洗濯もできた。ちょっと行ってきまーす。すいません。準備が遅れてる。これを捨ててちょっとすいませんね、パパの後片付けをちょっとだけ。どのぐらいの味なんでしょう。まだリリンマっぽい行ってないんですよ。よいしょ、これでいいか。チュ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 。何食べようかな。ソーセージ。はい、行ってらっしゃい。頑張ってね。ありがとうね。赤見なかった。ソーセージとちくわぶ出て。ごめんなさい。じゃあね。ありがとうね。振り返らなくていいから早く行って。もう振り返らなくていいから早く行って。振り返らなくていいから早く行って。ちょっと味見です。味見というのはね、濃くないかどうかね。あ、行くかな。行ったかな。あ、行った。リンマパパ行きました。ありがとうございます。ちょっとあの味見というのは濃くないかどうかね、お父さんとお母さんにね。あ、お父さんとお母さんね、濃いわ。ちょっと薄めよう。でもこっちは大丈夫だと。うん、いい感じ。うん、うわうわうわ、あ、からし入れてあげなかったけど、もう辛いもんばっかり食べてるからちょっと今日はいい。よかった。ちょっとだけ薄いよね。あのおでんの素も使ったんですけど、白醤油とかあの昆布とかかつおだしとかあの足しましたので、ちょっと深い味になってます。で、前にあのソーセージをもら知人にもらった時に、ポトフ作った時にかつおだしをちょっと入れちゃったらね、おでんになっちゃって、これおでんなのかポトフなのかって微妙な。せっかくチキンスープ作ったのにね。うん、おいしい。うん、一応このロールキャベツはあの、うん、表の匂いした保護ちゃんがいましたで。そうなんですよ。それでね、リーマンパパ本当に出かけないんですよ。で、結婚して一緒に外食したのも本当数回。今ココちゃんがね、下歩いてます。玄関のこの風、このベランダじゃなくて玄関の匂いした時に、あ、誰か来たのかな、誰かどっか行ったのかなっていうことでね、動くんですね。あ、今ここゴミ箱がある、ごめん。あ、今ねもろカメラの台の上に乗ってます。大丈夫かな。あー、はい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 、ちょっとももちゃんの解除しますね。ココちゃんちょっとこっち来て、ココちゃんちょっとこっち来て、ちょっとごめんね。いいよももちゃん、いいよいいよ、うん、いいよ、向こう行きたいの。うん、はい、どうぞどうぞ、はい、先に行って、うん、
ここ行って。どうぞどうぞ。ちょっとね、解除が入ると思います。はい。大丈夫かな。はい、それでね、2人で外食したの、本当に何かね、役所行った帰りに、ちょっとお蕎麦屋さん寄るとかね、そんな感じなんですよ。とにかく出かけない。で、結婚してすぐぐらいにカラオケ1回行ったかな、近所のね。まあ、もうワンコいましたからね、うん、そんな感じでもう出かけないで、たまにはお父さんとお母さんも2人で食事、子供たち見てるからね、食事行ってらっしゃいよって、ママちゃんママちゃん、あ、ちょっとすいません、ママちゃん解除します。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ママちゃんママちゃん、ちょっとおいでおいで、ちょっとごめんね、ちょっとごめんね、ちょっとすごいことになってる、ここが、あらららら、あらららら、ら、ちょっと待ってね、あら、なんということでしょう、ママちゃんおいで、あ、ちょっと体拭こう、皆さんすいません、ちょっとちょっとアクシデントがございまして、ももちゃんの体拭きます。ももちゃんおいで、うん、おいでこうちゃん、ママに行かせて、はい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 、あれを持たせて、うん、よし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 、あれを持たせて、こっちに行かせて、よしよしよし、うん、こっちも吹かせて、よし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 、うん、よいしょよいしょ、ちょっと待ってね、あ、またちょっと吹かせて、皆さんすいません、ちょっと脳のアテンドしてます、ちょっと吹かせてね、はいはいはい、あいよあいよあいよ、あいよあいよあいよ、ありがとう、足を入れてくれた、あ、こっちもこっちも、はいはい、こっちも、うん、ちょっともうちょっと、あら、皆さんお待たせしてすみません、ちょっと事件が勃発いたしました、はい、こっちこっちこっち、ママちゃんこっち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 見て、そうそうそう、これからこれから、うん、よいしょ、さあ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 、はい、上手上手、はい、上手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 、はい、上手、はい、上手上手、うん、はい、上手上手、皆さんすいません、お待たせして、ワンカットで本当申し訳ない、ちょっと床拭いてます、消毒してます、床を、よいしょよいしょ、ら、急いでて、ももちゃんたちの足の裏をちゃんと拭き切れてないかもしれない、今床拭いてます、すいません、除菌してます、お待たせをしてます、よいしょよいしょよいしょ、除菌してます、大事件でございます、大事件でございます、よこしよこしょ、ね、このなんやかんやでね、朝ね朝時間がどん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 なくなっていくんで、でも今日ね、早めにおでんができて、で、パパがいる時はね、パパが見ててくれて、私がお風呂入ったり何したりとかできるんですけどね、パパが出かけちゃうとね、ママ頑張んないとなんでね、はい、ちょっとここを整備しよう、ちょっともう一回消毒、ここちゃん、カメラの絵乗ってんのすみません、皆様もう終わります、今ね、ちょっとシーツを引いて、はい、ちょっと子供たちのお水を取り替えさせていただきます、あ、ごめん、ももちゃんの綺麗な音を立てた、あ、ここちゃん、お水取り替えるから、ほら、綺麗なの飲んで、新鮮なの、さっき取り替えたばっかりだけど、一回飲むとね、買えるんだよね、置いとくからね、お水ね、あ、また私動かしてる、で、ちょっとゴミ箱を縛って、
風がガサ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 しております。いつもより多くガサガサしております。はい、ココちゃん、はい、ココちゃん、ですね、これお待たせいたしました。まあそんなわけでリーマンパパと出かけたことなかったんですけれども巻いて巻いて、はい、リーマンパパが久々にその私が Facebook とか YouTube をやってることでお友達30年前のお友達と連絡を取ることができて、でね、私くにゃこさんって言われてるんですけど、くにゃこさんが Facebook とかそういうのやってなかったら自分もやってなかったし、でもやることによって30年前の友達とつながったっていうことでね。でそのリーマンパパはちょっとギターやってたのかな、ピアノはもし耳ぐらいなもんで、でその、お友達がやっぱりバンドの仲間で、でギターちょっと久々にやってもらえないかって連絡来て、で今リーマンパパギター持ってなくって、いやちょっと無理です、だけど見に行きますっていうことでね、30年ぶりに会いに行って、でもそれがねなかなか出かけないパパだから、もう出かけるまでね、もう1ヶ月ぐらい前から何日だとかね、ここの場所はこうだとかね、ちょっとググったとかね、もう一生懸命なんかその話を1ヶ月ぐらいしてて、もうなんだろう、私たちは全国あちこち行くからひょこっとね行くもんですけど、なんかそうやって、なんかこうその日にこう気持ちをこう込めて、なんかこう、でも30年ぶりですもんね。そうしたらね、もう全然変わってなかったって。でそのなんでパパがダイエットしてたかっていうと、その仲間たちにお友達に会うためにダイエットしてた。でそれまではもうあれ食べないこれ食べないとか言って、糖質オフとか言ってサラダサラダとかいろいろやってまして、それで会って、その夕方ぐらいで終わったのかな、ライブはね、昼まで、夜じゃなくてね。でその日はね、外食しようかなと思ったけど、お弁当買ってきて爆食いしてました。え、もうダイエットやめちゃうの？もう解禁しちゃったの？って言ったら、いや、このまんま健康のために続けるとは言ってました。それでね、久々に出かけてお土産買ってきてくれまして、ここちゃんがちょっと歩き始めましたね。これ、かわいいの。ほら！これ。これね、全部可愛いね、絵が、ほら、おで、ちなみにクーミンっていうあだ名はファンの方がつけてくださったんですけど、ムーミンをもじってクーミンになったほら、可愛い。これ、ね、多分ティーだと思いますね。こっちがね、クッキー、小さい頃セサミストリート見て、ね、クッキークッキーっていっぱいクッキー食べれる彼がすごく羨ましくてしょうがなかった。クッキー、こんななってんだ。え、砂吹きもいる。あら、お仲間がちゃんと入ってるんだ。ちょっとこれ開けちゃおうかな。これはね、何ティー、フレーバーブラックティー。ブラックってどういうこと。ムーミンフレーバーブラックティー。ちゃんとムーミンって紅茶に名前が、すいません、ココちゃん、こっちおいで、名前がついてますね。ちょっとクッキー開けてみましょうか。それでね、このチョコレートもらったとか言って、これ2本あったんですけど、めっちゃめちゃ美味しいチョコレートでしたね。でもこれいただき物なので、私こういうのが、カールフェッチェルミルクチョコレート、これめちゃめちゃ美味しかったですね。このヌガっぽいのもね、好きなんですよね。動物の森みたい、かわいい、美味しそう。いいことです。今ココちゃんがほじほじ始めました。
昨日お散歩から帰ってきてすぐ寝たんだけどな、ちょっと興奮気味ですね。またよし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 としましょうかね。これね、ムーミンの家族の私名前をしっかり分かっていない。なんかね、これがムーミンっていう子がいたんだけど、ムーミン、あ、でもこれパパだな、ムーミンパパだな。いただきます。うん、めっちゃおいしいクッキー。食べながらごめんなさい。うん、これがお父さんたち喜ぶわ、お茶出しに。うんうん、ということで これね、ちょっと残しておいて、でまたね水分足してまた飲むんですね。はい、ということで今日おでんでしたすいません、何もやってない。はい、そしてここで、クーミンチャンネルからお知らせがございます。ありがとうございます。いつもご視聴本当にありがとうございます。あのクーミンチャンネルの収益はすべてボランティアに使わさせていただきます。チャンネル登録、そして、グッドボタンよろしくお願いします。あのまたね、あの活動報告できる分野、そしてあの非公開で動いている部分もあるんですけど、あのそれはねちょっと個人情報とか、守らなきゃいけない、子どもたちを守らなきゃいけないことがあったりとかして動いている部分もございますけど、引き続きボランティアは続けさせていただきたいと思います。ぜひぜひね、あのチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてさて、5月でございます。5月の連休、うちのリモンパパはね9連休ぐらいあるのかな。うん、ということで、あの9連休の中に月火水と入るんですけれども、リーマンパパは会社お休みでお弁当を作らないんですね。ということでリーマンパパ弁当、クーミンズキッチンはあのやるかもしれないんですけど、月火水の、1週間だけ、リーマンパパ弁当お休みさせていただきます。ありがとうございます。なんかね、リーマンパペ弁当のこの私のねドタバタを楽しいっていう風にね言ってくださるあの皆様、本当すいません、ありがとうございます。私もね料理ね好きなんですけど、専門分野ではないので、皆様に教わりながらね、いろいろ道具を揃えたりとかも、いろいろねこの3年間で変わってまいりました。皆様に育てていただいております。ありがとうございます。ということで連休の5月頭の月火水は、リーマンパパ弁当お休みさせていただきます。で2週目からまたねリーマンパパ出勤になりますので、はい、お弁当を作らせていただきたいと思いますので、皆様ね連休ね本当にお怪我のないように、はい、楽しまれてくださいね。うちはね何もね予定がないです。でお父さんとお母さんが引っ越してきた時にうちも本当にもう断捨離とか大掃除とかね片付けをしたので、ほぼねもう処分するものもほぼなくなってまいりましたので、はい、あとはお父さんがね花壇をね、はい、花壇というかベランダにねやり始めた、そのねなんかこう植木が好きだよとかで、ね、観葉樹が好きだよ、お花が好きだよっていう皆さんが楽しみにしてくださってるので、そういう動画もね少しずつ取りだめをしております。でこれからそうですね、毎日配信っていうのがちょっとね難しくなるっていうかかもしれないんですが、3年間ね毎日投稿、最初はね1年間毎日投稿するぞって決めて1年間毎日投稿させていただいて、で2年目3年目となってきたんですが、はい、ここでちょっと皆様にお伝えしたいことが出てきた時に動画を回させていただけたらなと思っております。でも私のことだからね、もうみんな皆さんに聞いて聞いてっていうこともたくさんあると思いますけど、クミンチャンネルこれからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。応援待ってます。それでは皆様もハッピーラッキーでーす。